ちゃん、はい、こんにちは。もしもです。今日はね、ママやりたいことがあって、もうね、3年ぐらいやりたいなと思ってたんだけど、動画にしたらみんな手伝ってくれるんじゃないかなと思って。まあ、嫌な予感ですかね。玄関のクローゼットを掃除したい。それも。じゃあ、頼んだよ。もうね、何が入ってるかもう分かんないの。本当はちゃんと使いたいんだけど、もうぐちゃぐちゃでわけわかんないから綺麗にしたい。ママが違う違う、動画にすることによってカオセンは手伝ってくれるかなと思って。 No, one point。 本当はあそこのバーカウンターの引き出しもやりたいんだよね。いや、それはさ、いや、だからちょっと、いや、だからちょっと、まあ、玄関の最後今なんか玄関のクローゼットを掃除してみて疲れてなかったらそのまんまこうバーカウンターも、やれよ。いやいや、もうママ一人だとやれないから、しかも絶対ね、カブとセイドが一番入ってると思うんだよね。上の方全部パパの。そうだ、パパのいらない靴がいっぱいあると思うんだよね。履いたの見たことない靴がいっぱいある。さすがに履いたの見たことない言い過ぎだけど。いや、ほら笑った。サムネ用にビフォーの写真撮った方がいいんじゃないの。ビフォーアフター。はい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 、行くよ行くよ。また最近毎回これなの。いや、でも最近ね、やっぱ筋トレしてるせいか、もう楽なんだよね。顔の体重ぐらいじゃん。スクワットめっちゃやってんじゃん。バーベルでやってるから見てもらう。見てもらう。もう全然、もうここに顔打ちつける。うわーうわーうわー。何がしたいの？ちょっと、何やってんの？じゃあカオ、そのまま上の段の荷物取ってよ。ちょっとさ、これがこれですね。なんかいろんなものが入ってるんですけど、もうぐちゃぐちゃですね、このあたりとか。このあたり、おい、サムネ用の写真撮りました。スケは何やってんの？ちょっと飴を舐めようとしてる。おいおい、何じゃ飴だよ。いや、とりあえずさ、カホウ、その上全部撮ってよ。上の写真は確かに下に下にボーンと落としていいよ。ちょっと待って、結構そうじゃないの？大丈夫？いや、もう着ないよ。ちょっと待って、ママ一番上だけ。これなんか入ってる。あ、それ形崩れないよ。あ、ちょっとこれ耐えるダメになんない？硬いやつは。ここにちょっと、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 あ、そうだ、マインクラ。これなんで買ったの？一回も入ってるの見たことない。うまい。じゃあとりあえずさ、みんなで全部ここにあるもの出そう。ちょっぱちゃん。手は飴。で、カホイカを置きます。まずクローゼット。あ、終わったな。大丈夫。いくよ、よーい、どん。だいぶ出てきたよ。この靴かわいいんだよ。かおちゃん、足がおままよりでかくなったから入んないんじゃない？かわいいっしょ、それ。でも結構足が痛くなるんだよね。靴下履いたはず。したい、ノーマデイン。A few moments later。 全部出ましたよ。こう結構入ってるよね、ものがね。いや、もう結構やりました。ここ片付けないと。よし、いるもの、いらないもの分けよう、まず。で、綺麗なものはあのドネーションに回すから。あの、とにかく履くか履かないかで。そう、履かないものをこっちにやって。取られそうだ。とりあえずさ、せいかほさ、自分のもの見てさ、これはないなっていうものあったらさ、これキープ。あ、キープは置いといていいよ。いらないものを持ってきて。いや、これちょっともう申し訳ない。
申し訳ないんだけど、なんかニューヨークにいて自分がおしゃれになった気分で買っちゃったんだよ。マインクラフトスニーカーを自分なら着こなせると。着こなせると見て、プーマー×マインクラフト。マインクラフト、いやまさかこんなコラボがと思ってね、買っちゃったよね。じゃーん、まあマインクラフトで横が緑の、かわいいでしょ。ここめっちゃかわいい。旅行に行ってちょっと調子ぶっこいて買った靴ですね。これ一度も履いてるの見たことないですね。いやだよね、2回ぐらい履いてる。こちらはドネーションに回します。ニューヨーカーじゃないと無理だわ。まあ、どっか売れるかも、もしかしたら。ママじゃあ行っていいですか。ママこちらの靴、これナイキのすごい結構いいやつなんだけど、なんかね、靴ずれができるんだよね。あー、靴ずれか。そう、だから靴ずれができるから履かないからずっと置いてある。ごめんなさい。これですね。なんで昔働いてた時に履いてた靴ですね。今働いてない人。いやいや、働いてんだけど今。昔働いてスーツを着てた時だね。でも、もうなんか履くことはどうあんのかな。一応取っとくか。一本ぐらい持っといた方がいいか。こちらミッキーの洋服した時に使った靴なんですけど、さすがにやっぱ黄色は履かない。これはドネーションに回します。これそれスタンスミスだっけ。そう、アディダスキラキラ、かわいい、かわいい。え、顔もうちっちゃいの。いや、入る。え、じゃあ取っとけば。ちょっと聞いて、ちょっと待って、これさ、もう処分するのないんじゃない。あるよ。例えばこれ、子供用の帽子、ちっちゃい。あ、やってる。ちょっと、これ子供用だよ。これは、顔とか頭ちっちゃいから入るけどさ、着ないよね。こんなのって履く、着ない。子供用の帽子は、ママのちっちゃ。母ちゃんが今これを履いて見せてたけど、ママの足がちっちゃいって。うま、カオスモードスです。待って、せいがなんか、それもう痛いでしょ。横が痛いでしょ。木のやつ、もママちっちゃいで。なんか気持ち痛いような気もするな。ママ成長しました。可愛いじゃん。可愛いでしょ。あ、靴ずれする、もしかして。靴ずれができたり、痛かったりするやつは結局履かないから、そういうのはもういい。別に大丈夫です。履ける。これとか履くの？なんかこのピラ。ああ。ママなんでしょ？これもね、靴ずれ？そう。ここのかかとが靴ずれすんのよ。なんでかしらね。ハードで履かないとわかんないから、ね、靴ずれするかどうか。で、靴にサイドがある。あ、でもこれ痛い。これももうあれかな、十分履いたかな。似たようなの持ってるし。カナダグースはいります。これまま欲しい。それね、言っていい。靴ずれ、そう、痛い。またこれ痛い。難しいんだよね。こちゃん言っていい。やっぱママじゃばっかりな。これもここが靴ずれするのよ。私じゃあ履いてみていい。いいよ、かわいいでしょ。かわいい、ピンクで。カフェも靴ずれするかも。痛そうな雰囲気がしてます。でしょ、そこがかかとがさ高くなってるから、うん、でもさ、ね、これあの低温のやつじゃないの。そうそうそう、そのメーカーが合わないと。アディダスだよ。え、このやつかかとが上がってるのなんか知んないけど、いや、めっちゃ痛くないやん。かける、ちっちゃくない。いや、むしろでかいから。じゃあ取っとこう、それは。かかと入っていいよ。いやー、これ最強合ってない。合ってない。かわいい。うわー、うわー、これ履く機会あんのかな。え、かわいいじゃん。なんで。なんか似たようなのあんだよね。これとこれ似てるんだよ。違う、全然。ソールの色が全く別物です。なんか怒られた。色が違うってことは、なんか怒られちゃったぞ、これ誰だ。ほぼ入ってないですね。何それ。
れ、かわいいじゃん。ナイキのすごいかわいいやつ。なんで？これせいのために買ったんだけど、せいちゃんもこのぐらいの年から横幅が大きくなってきて。着ようか。これ多分でも過去にはちっちゃいんじゃないかな。What？ これめっちゃかわいいよね。かわいいよ、うん、これも多分サイズアップしてんだよ。それママの。え？ナイキーだもん。その時に雨 OK のやつで買ったの。これママのなんだ。そうだよ、取っといて。全然小さくない。カホ足ちっちゃいね。ママはね、カホ製の子供用の靴履けるから履こうかなと思ったんだけど、やっぱ横幅がね、ちっちゃくて無理なんだよね。これな、誰やった時だっけ。シンデレラ。これシンデレラ用の靴。ママが。ママが。そうだよ。なんかでかいんだよね、これね。これでもみんなに作ってもらうと思い出の品だから。カホがデザインした。カホが。カホが。カホカスタムデザインしたやつ。でもこれサイズがでかいんだよね、パパには。だから俺はそれは取っとくよ。オッケー、じゃあ取っといて。わー、ワンダース。結構かっこいいと思うけど。マスクどうする。結構いっぱいある。ここに入れなくていいと思うんだよね。もう一回また多分出番はもう来てほしくないけどな。かおちゃん、この白のスリッチャーのスーパーパスパフってこれって 2XS なんだけど、サイズどう。もしかしたらちっちゃいかなと思って。それじゃあこいつの問題が一つあってね。はい。そう、重いし、ウォータープルーフじゃないから、うん、雪降ったらかけてくれて。そうだね。あ、全然切れるわ。じゃキープしとこう。ハンガーにかけといて。これは、マケージの。これはさすがにせいちゃん。このハンガー。そう、だから重いんだって、そいつ。あ、そういうことか。そう。かこっちは、これもマケージのいいやつ。じゃあ、せいのやつはマケージじゃないわ。これはムースナックルラーズって、これも結構有名な会社。あ、ちっちゃいね。え、そうなの、そう、ちっちゃいの。だって手が。手が。は切れるは切れるけど。やだ。手がつんつる手。いやだってそうだよ。だってサイズこれ12体だよ。見てこれ見た。いやでかくなったね。でもこれはね、多分次シーズン着倒してるから。それは十分着た。十分着たと思う。おしゃれお世話になりましたって。もう腕が腕の長さが全然違うな、うん、このカーディガンはやば。これ140センチだって。この卒業式用のドレスどうしよう。もしかしたら舞踏会に呼ばれることもあるかもしれない。えこれも土日に回そう。欲しい人か、あの、売ってもいいし。ちょっと待って、ここに何か入ってるぞ。何？服が。服が入ってる。うん、返そうとして、時期がアウトしたのかな。うん、これは、そうだね、うん、これバッグは？まず、このバスケのやつもいるじゃん、うん、これもちょこちょこ使ってるね。で帽子はね、これとこれママのやつ使ってる。トートバッグなんか怪しいおじさんになってる。このカホのバッグは買ってるっけ。ちょっと買ってないね。なんでかって言うと、もうこれ汚い。リボンが取れちゃった。でもこの形意外と使う。そう、部屋に。このバッグはこれ破れたやつだっけ。あ、そうそう、ここが破れ出してるの、肩が。このキーホルダーはいるの。いきます。これね、もう使い倒してチャックが壊れてんだよね。罪なのに。すごいよね、罪壊せるって相当な強者だよね。なるんだけど、正のバッグね。これ引っかかんの。多分直せるかも。こんな かわいいのなかなか売ってないから。罪とかもさ、普通の黒しか売ってないんだよ。でもこれはこのデザインがすごいかっこいいから。とこのめっちゃスペースがある。そうだよね。こいつ直そう。あ、その白棒はこれ誰。なんか企画で貼ったみたいな。そうそうそう、せいじゃない。かぶる、買ってくれた誰か。帽子かぶんないもんね。そうなんだよね、カホ製帽子全然かぶんない。これ似合うの。カホ買う。そう、二人とも似合うの。
でもこれ似合う。うん。かぶんないね。はい。あ、それギターのケース。ギターってどうなったの？私はちゃんと綺麗に部屋に飾られてますよ。で、これ距離長い。え、ギターってどうすんの？そうだよ、ギターを誰かにあげたりとかするときに。地下に持ってる。傘って何個いるの？傘は多分あった方がいいよね。一緒に天然傘。なんだっけ？アイアイ傘。アイアイ傘って。あった方がいいんだとは思う。そうだよ。こっちの人って傘全然ささないんだよね。傘はじゃあ全部取っとこう。全然怖いね。おや。これもちっちゃいでしょ。これ子供用じゃない。切ればいいの。左手にやるんだよ。左はもう片手回す。うわ、これさ、ちょっと高いやつ、なんちゅう入れ方してんの。おいおいおい、なんでこんなボコって入ってんだよ、これ。カゴの部屋です。これカゴの部屋です。なんかちっちゃく見える。でもこれちっちゃいのに、PC 結構ごっつり買うからすごいんだよ。優れものなんだよ、それ。これは何？あー、今日買ったさ、サンドバッグだ。怖い。冬に向けて。これさ、バスケットボール入れるのに良くない？めっちゃいい。これ取っとこう。これはだってベイビーディー。あ、うん。そうだよ。かわいい。すごい。変なエコバッグはエコバッグエリアにしまおう。この帽子はもうちっちゃいでしょ。子供用だと思う、多分。でもかわいい。似合う。なんで似合うの？コマには似合わないなんて。ママちょっとこっち見てよ。いやいや、帽子似合わないからさ。これちょっとパパのだよ。そうなの。そう、なんか昔クリスマスの時に多分なんか行った時に買ったんだよ。こっち見て。なんで？結構似合わないって。なんでそんな似合ってないの？待って待って、どうして写真はいい。なぜか似合わないんです。鏡で見せて。えって何？こんな似合わない。似合わない。カオスでさ、これさ、学校のロッカーに入れるやつなんだけど、冬になったら冬ブーツ置いたら水が垂れないやつもいらない。せいはこれいる？それね、多分うちのロッカーも入んない。ちっちゃすぎる。じゃあこれはもう処分しよう。あったじゃん。これはね、スリッパー、まあ、ゲスト用に取っといてる。そう、クミママとケンパパが来た時にと思った。あ、バムではケンパパ持ってきた。持ってきたから使わなかったんだけど。バムでは置いといてもいいかな。あら、バンズかわいい。これっているの？これ、これちっちゃすぎでしょ。だってこれもなんかちっちゃい。友達と。じゃあそれがせいに今ちょうどいいんだ。かもしれない。一緒に遊ぼうぜって。日焼け止めがいっぱいあるんだね。でもやっぱね、スプレータイプってやっぱ困ることがあって、家がオイリーになっちゃうんだよね。家でやるとね。そう、外で玄関出たとこでやる。そう、まあそういう意味だと使えるんだけどね。これは防犯用の。そう、ここに置いておく必要はないんだろう。うん、なんか水着が出てきた。水着なの。しかも上だけ。しかも超子供。これ絶対今ちっちゃいよ。ちっちゃいよね、子供用。ね、うん。靴用のこれはいるよね、全部。うん。ここに日焼け止め全部入れて。日焼け止めって古くなるのかな。分からん。オッケー。ここに入れるべきものを。違う違う、帽子全部持ってきてって。そこ。まだあるの？あるよ。帽子さ、ママ好きだからいろいろ買うんだけどさ、このポリシーはクソ形が悪くてダサいの。パパほら、どれぐらい、これちょっとどれぐらいダサいか見せてあげる。ほら、パパに全然似合う。なんでだろう、これ横に幅が広いのかな。これね、すごいの。かわいい。カホが着てもダサいの、それ。カホが着てもダサい帽子なんて相当だからね。ほら、いやいやいや、ちょ、横がおかしいんだって。パパの方しっかり見てあげて。あー、なんかダサい。なんかワイドでしょ、すごい。なんかダサいかもしれない。はい、こっち向いて。うん、やめよう、これは。はい。
ママさ、ピンクの帽子カホに可愛いと思っていろいろ買うんだけど、カホ絶対ピンク着ないのね。だからもうある時からピンクめっちゃ可愛いよ、見ていくよ。可愛いでしょ。でもあの、うん、K-POP アイドルが飛行機用から降りてでしょ。ピンクは嫌なんでしょ。やっぱもう嫌じゃないけど、まあ、パパそれ悪くないよ。これは悪くない。これくらいのピンクだったら悪くない。かわいい。これとか。こういうとこかわいいと思うのに、いや、そのピンクはダメって言われた。ママが着ればいいじゃん。いや、ママピンクなんて着れないよ。そんな若く。これ着ないんだよね。これとか超かわいいんだよ。知ってる？知ってる？ほら、めっちゃかわいい。色がすごいのないけど、これ。この辺いるよね。よーよー、この辺じゃあ取っとこうかな。全部大人用だもんね、全部 ね。あ、これが子供用だ。これも多分入んないよね。これなんかすげえ、なにこれ。これちっちゃいでしょ。日焼け止め、日焼け止め。ちっちゃすぎて入んない。ちっちゃい。かわいいバンズの紫、オッケー。これ好き、かわいい。まだマシっていう。ああ、かわいいっすね。オッケー、じゃあこれをしまっていきたい。大変だね。オッケー。パパ頑張れ。パパ頑張れ。その上のところはさっきの方法で上だけ、それで埋めないっていう。だって下から靴を入れてって。最後上、最後上。実はない。ママやった。カオとか疲れ果てて、せいはなんかうろちょろしてます。あ、これのこれってちっちゃいんだよ。子供用じゃない、これ。あ、どれ。これ US サイズ3。なるほど。ママにどんどん靴を持ってってあげてくれ。どれでもいい。あ、まあとりあえずどれでもいいよ。カオちゃんのやつそんなにいっぱいないから。カオってさ、思ったより足ちっちゃいんだね。ないな。なんかディスってない。ディスってない。どうですか。まあシンプルでいいんじゃない。結構What you? 俺？あ、かわいい。履いたら。あ、見せてください。あ、まあいいんじゃない。ステージは白。何やってんの？いや、パパはあのカメラマンになってますね。お背を置いて履くか。カパ履くかもな。じゃ固定で置いてどんどん入れていくか。袋が出てきた。これ子供よ。で、あの当時はね、このフリフリを持ってたら、まあ、人気者だったので、まあ、人気者でしたね。ねえ、ママ。毎日、お昼休みになったら、みんなに触られる。いやー、懐かしい、懐かしい。あ、穴開いてる。穴開いてる。ママ、見て、これ穴開いてる。なんかすっきりしたけど、なんかかけるものとかなんもないね。実はもっと利用していいんだろうけどね、ね、この場所を。でも最近みんなから出入りをガラージからするから、バッドルームから出てるからね。まあでもとりあえずちょっと綺麗になって嬉しい。よし、じゃあ今から薬入れ。いや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 、もうこっちもやりたいの。バイ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 。
もう体力の限界。気力、体力の限界。パパ、じゃあここ片付けよろしくね。気力、体力の限界。はい、よろしくね。